どうもラオジンです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はセナ使っていきます。女性キャラが少ない中でセナが一番あんまり使ってないキャラクターだね。なぎなただからっていうところがあるんだけども、今日は使っていきましょう。それではセナの技を見ていきましょう。固有チャージがチャージ5、そして空中チャージ2345となってます。チャージ5、遊んであげる、終わりよ、やって遊んであげる、終わりよ。なぎなたって攻撃力があんまりないんだけども、セナのこのチャージ5、これはねなかなか攻撃力があって使い勝手がいいです。空中チャージ攻撃、この空中チャージ攻撃は2から5までどっからでも出せるのでいいんだけども、威力がいまいちなのよ。それでは早速いってみましょう。今日はセナだね。なぎなたのキャラの中では一番強いと思う。まあなぎなたキャラっていうのがほとんどいない、3体かな。だけどもその中でも一番強いと思います。やっぱりね、女性キャラっていうのは強く設定されていてほしいよね。まあ今回もおそらくだけども秀吉よりも強いと思う。秀吉のなぎなたはほんといまいちだったんだけど、セナはねまあまあ、このね地上のチャージ5が使えるので、これね、これは使えるんで、まあまあまあいいと思う。ヒット数もそこそこ取れるので、いいんじゃないかな。ただ空中コンボはあまり期待しない方がいい。空中コンボをしっかり決めていきたいなっていうのならば秀吉かな。ただ威力はないけども、まあまあ全部決まれば気持ちいいんでね、それであれば秀吉をおすすめしますけど、まあ単純な威力強さで言うならばセナの方がいいね。じゃあ、空中コンボの秀吉で地上で強いセナっていう感じですね。はい、このチャージ後の最後のね、ハッてこうするやつ、あれがもう少し先まで飛べばいいんだけどな。そこまで飛ばない、そこまで。でもまあ他のキャラに比べれば十分なくらいかな。はい、アザイがいる。おお、イチもいる。すぐそこか、決めちゃうぜ。戦技の威力アップはね入れてきてません。みんな私に倒されなさい。確かね、この武器は、秀吉用にね作ったんで、空中コンボが強いようにしたんだよね。ちょっと待って、ここで50体まず動きそう。あ、おお、一発でいけたな、早いね。ここまで降りてきた、バカ降りちゃったらダメ。まあまあ仕方ない、また行くしかない。行きましょう。おお、久しぶりに弾かれたな。いけ、縦で弾かれることほぼないと思うんだけどな。行きましょう。空中コンボのねダメージアップ、空撃、いや違うな、空中コンボの強化のやつ、あれを抜いて戦技アップのやつを入れていいかな。まあ武器専用のやつを作っていってもいいかな。大体はみんなね一つの武器を使い回す形で作ってるんであれなんだけども、このセナと秀吉は全くちょっと使い方が、武器は同じだけどね、キャラの使い方が違うので、
別々にしていいな。いや、オーケー、いいね。次よ次。行きましょう。ちょっとあっち抜かれてるかな。いや大丈夫か。まだゲージ減ってないので抜かれてはない。打ちのめしてやる。はい、後で大丈夫か。まだ、よしよしよし、大丈夫。まだなんとか持ちこたえてきてる。いいね、よくやったお前たち。よし倒したね。赤井さんもさ、 OK。 次よ次、力を及ばすか。これを倒して第4陣が出てきて、だね、あー落ちちゃった。バカ野郎、落としちゃった。だいぶタイムロスになるかもしれない。あ、でも S ランクはこれ確実だな。うん、ヒット数がそこそこ取れてるんで S ランクはいいですね。で、なんかコメントによると1000ヒットで、回復するスキルか、あれもつけるやつにつければ強いみたいですね。まあ、うん、セナとかには合うかもしれないね。ヒット数結構稼げるのであれだけども、うん、まあ、ちょっとヒット数稼ぎにくいやつには厳しいかもしれませんね。おいやす、あー、まあまあまあ終わりでしょう。おおお、耐えたね。いや、むしろあんまり当たってなかったのか。どう、うわぁ、誰3名か。僕に倒されて、もう最後の一撃がね結構いい感じに決まるな。もう物足りないったら、銃が撃っといて倒さなくてもいいけども、一応経験値もあるしね。ちょっと待って、あれ発動しない。次よ次、あれあれ、ちょっと待って、おーし、戦技が出なかった。なんだなんだ、はいが残り1分20秒、もう少し。さあラストフィニッシュ行きましょうか。力比べをしようってのか。悪い、あれなんかスローになってる。なんかスローになってる。敵将打ち取ってやったわ。この屈辱忘れねえぞ。あれポーズが出なかった。最後のポーズ出なかったね。まあ仕方ない。とりあえずね、今日はセラ使ってみました。なぎなたのキャラの中では一番使いやすいと思うのでやってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。